はい、注目3歳戦のコーナー、週刊ギャロップの和田です。はい、今年も3歳戦始まってますが、はい、はい、今週は東西、まあ、3日間開催ですけども、東西で20勝、ね、10勝ありますね、はい、月曜日、月曜日ですね、中山、まあ、最終日からいきますけども、はい、はい、フェアリーステークスあります、はい、どうやら、まあ、全てが一勝馬になりそうな顔ぶれなんですが、うん、どうでしょうか。まあ、ちょっとね、抽選もあります。そうですね、まあ、メンバーが決まってからということになるんですけれども、はい、とりあえず、まあ、実績組というところで西の道しるべという手塚厩舎のアルテミスステークス3着でしたけれども、はい、こちらが、まあ、七原賞との両睨みで、まあ、動きや相手関係見て最終的に決断するんですけれども、まあ、これが出てくればまずはそうですね、うん、一番手になるのかなと。まあ、マーブルカテドラルとかその前のサフランソーでもフォーエバーもあの2着ですしね、うん、戦ってきた相手関係は1枚上なのかなというところはあります。はい、はい、それから、まあ、G1 からの転戦組って、ね、っていうことにもなるんですけど、はい、グリサージュなんかどうですか。これ朝日杯で男馬に挑戦して転身で勝って放牧出していきなり朝日杯という、はい、ちょっとね厳しい異例なね、異例な、うん、ローテを組んだんですが、はい、ちょっとスタートでね出遅れてしまって、うん、確かにちょっとね、出しつかなくて、はい、後方からの競馬になったんですけど、うん、その後半レース後半のレースぶりというのがね、そうなんですね、意外とこう、うん、狭いとこ割って入って、ね、男前の真ん中に挟まる形でもじわじわね、でしっかり差を詰めてきてるんで、うん、まあ、いい経験になればね、これそうですね、逆に、はい、はい、うん、まあ、お姉ちゃんもプリンセスメモリーで今ねオープン上がってる決闘ですし、はい、面白いかなと思います。まあ、その他、まあ、オメガハートロックとか、はい、エクセレントビューとか、まあ、デビュー戦の勝ち方が鮮やかだった馬たち、はい、あたりもね出てくれば面白いとは思いますけど、まあ、ちょっと馬券的には難解かなと、ね、金馬の一勝馬同士ということでね、はい、まあ、その辺どの馬が枠に入るかも注目したいところです。それから新山記念が、前の日の日曜日に京都であるんですけど、はい、今のところこう正式に出走を表明している馬の中では、どうしても朝日杯の3着イーグルブルーム、はい、まずはこうですかねっていう感じになるんですけど、はい、どう見てますか。うん、非常に先行してしぶといタイプで、うん、はい、京都の方がいいかもしれないですね。あ、平坦ね、確かにスピードで押し切っちゃう可能性もね、うん、ありますね、はい、それからその朝日杯を除外になったモーリスが自己条件で、能力の違いを見せつけて2勝目を挙げましたけど、まあ、この、まあ、もう、まあ、2戦目ちょっとキャリアが当たってましたけど ね、 ですね、うん、まあ、スクリーンヒーロー3部ですけど、はい、なかなかちょっと楽しみな存在なんで、ここのレースにも注目ですね、はい、まあ、それから同じく朝日杯除外になったミッキーアイ、うん、むしろ朝日杯時計は、ね、買っていたんじゃないかという、うん、って言われることのね、時計で、うん、はい、ヒイラギ賞勝ちましたし、はい、これも能力は相当相当ですね、あると思います。京都のマイルは1分32秒のレコードを、ね、記録したコースですし、あとはまあ新馬もろもろですけど、まあ、ちょっと年明けからいきなりねラッシュが始まりまして、特に関東県中山、30頭、40頭、芝生、そうですね、で、まあ、今週以降もどん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 抽選が苦しくなっていくかなというところなんですけど、まあ、逆に京都の方が、まあ、統率的には落ち着いてて、来週は注目どころでは日曜日の6レースに芝戦8あるんですけど、はい、こちらに藤原秀明騎手の当選デュークというディープインパクト参加、武豊騎手で出る予定と、まあ、まだ緩いですけど、まあ、沈み込むフォームで切れる足を使えそうという評価が高いんで、うん、まあ、その辺注目かなと、関東からもディープインパクトさんとチョコレートバインっていうのがね、いいようですね、土曜日に行きますね、はい、あれペーパー上ですか。違います。あ、違いました、はい、まあ、こちらも武豊学習でデビュー予定ということで、こちらは土曜日の1006新馬限定戦です。その辺に注目していただきたいと思います。はい、はい、ということで、今年も1年よろしくお願いいたします。はい、はい、ありがとうございました。